はい、例のオンザワールド、今週もスタートですよ、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 皆さん。ね、最後まで見てくださいよ。はい、もう前回のね、はい、ゲスト。はい。前回のゲストは誰だったでしょうか。バンジャックスさん。はい、もうバンジャックスで、ね、生、はい、かしたボンジョビのコピー版。です。なんとリハでですね、ナミちゃんはね、先週のゲストが出てきませんでしたからね。はい、もうこれはね、はい、パンクハザードって言ってましたもん、ね、どこまで遡るんやつってね、遡りましたね、はい、もうね、ズバリ見てないっていうことがすぐ分かったんですけどね見ましたよ、ちゃんと、はい、見ました、もう今さら、もう今さらでございます、ダメですね、はい、今さらでございますね、選手は素晴らしい、バンジャックス、はい、ボンジョビコピバン、コピバン、うん、ねえ、もう15年やってますからね、15年やってるね、もう本当にね、ボンジョビを愛し続けたね、バンジャックスですよ、はい、もうぜひともね、8月20日はい、8月20日にね、ウェザーキングでバンジャックス、あのライブやりますから、ぜひともね、見てないお客様はライブを見に行ってください。そしてレノン・ザ・ワールドの前のページを開けばね、ね、やってるからね、はい、それもう一回見てください、もう一回見てください。はい、それでは最後まで頑張りますよ、レノン・ザ・ワールド、いくぞさあ、今日も頑張っていこうかね、なるみちゃん。はい、行きましょう。行こうかね。はい。さあね、今日もね、イケメン用意しました、見てるお客様。色が黒くてムキムキな、本日のゲストはカモン。はじめまして、高橋優太と言います。よろしくお願いします。イエイ、うん、ね、高橋の優太さん。真ん中にのが。まあね、皆さんね、あのね、音楽好きの方とね、あの、たくさんライブやってるからね、みんな知ってると思うんですよ、うん、なるちゃんも知ってる、知ってます、あ、本当、はい、どんな人、どんな人なるみちゃんから見てどんな人、結構熱くて、熱い、なんか伝わってくるものがあります、何が伝わってくるグイグイ来よ、俺グイグイ来ますね、何が伝わってくる、グイグイ来ますね、ちょうだいちょうだい、ほら、いいのいいの、ちょうだい、空白はいらんじゃんだから、高橋優太さん、なるみちゃんから見てどんな人、え、うち、私から見たら熱い人で伝わってくるものはあるし、うん、それさっき言った、言ったもう一回、あともう一個、あともう一個、はい、もうじゃあほら、出てこないまあね、乙女心はね、複雑ですからね、高橋さん、本日はよろしくお願いします、お願いします、すいません、ちょっと掛け合いがごたごたで、ごたごたのボテボテがレノン・ザ・ワールドということでね、ついてきてくださいね、はい、本日のゲストは高橋優太さんでございます。さあね、もう本当、高橋さん、はい、高橋さんもピン、いわゆるシンガーですよね、そうです、シンガーソングライター、うわ、かっこいい、かっこいいな、見た目だけかと思いきや内面もかっこいいのかな、あげあげやな、レノン・ザ・ワールド、カラッとあげてます、高橋さんね、はい、なんか精力的にライブもやってますもんね、そうですね、宮崎を拠点に、宮崎を拠点に、はい、宮崎も中心にやってますけど、最近は県外どこでやりました、最近は、まあ、九州を回って、まあ、佐賀、福岡、大分、うん、鹿児島と上の方は名古屋までちょっと行ってきました、精力的ですよね名古屋まで行っちゃった、はいね、遠いところ、はい、もう九州ほとんど回ってね、うん、もう長崎以外はほとんど回ってるんでやってるんじゃないかという、ね、感じ、精力的にやってますよね、うん、ということはもちろん高橋さん、ロープを狙ってるんですよね、ロープロープ、そうですね、どうですか、メジャー枠で行くのか、それともこういったアマチュア枠で名前を売っていくのか、高橋さん的にはどんな感じ、どっちかと言われれば、どっちかと言われれば今はそうですね、うん、自分を広めるために旅がしたい、旅がしたい、そういう思いですね、本当、まあ、僕の質問からだいぶ離れてますけどまあいいですよ、それがレノン・ザ・ワールドですからまあ要するにちょっとアマチュアで形でもいいから、とりあえずはメッセージを伝えて歌っていきたい、 ね、歌っていきたいっていうことは、高橋さん自体、あの、どんですか、どんな内容、どんなメッセージ、愛、愛、世界平和、世界平和大きいね、それでね、言ったりね、まあ、いろんなことをね、みんな歌ってますよね、そうですね、まあ、自分が作る曲は恋愛問わず全部ラブソングなんですよ、お、来た、自分にも
お世話になってる人にも、うん、まあ、仲間とか、うん、まあ、自分が音楽に救われて、はい、なんか奮い立たせられたので、うん、今度はなんかなんていうんですかね、人生をどん底を味わってる人たちに、うん、人生って楽しいんだぞっていうことをなんか伝えたいと思って歌ってます。どっかで聞いたね。すげえ。そしたらメッセージね、力をね、元気を勇気を与えたい。レイリアじゃない。レイリアに持っていくけど、高橋さん、いいっすね。やっぱラブ&ピースですね。そうです。はい、勇気を与えてね、元気をもらえるね。はい、高橋さんの歌が聞いてみたい。聞いてみたいね、なるみちゃんね。聞いてみたいです。このライブとかいつあるんですか。まあ、今月もあるんですけど。うん、何日あります。でも今月はちょっと違うグループでやるんで、うん、来月の話をちょっと、はい、そのバンジャックスさんと、はい、一緒の日に、はい、あー、ということは裁判をさせていただきます。8月20日ウェザーキングですよ皆さん。そうですね、前回出ていただきましたバンジャックスと同じ8月20日に高橋優太さんも見れるんですよ。ねえ、まあね、そこで聴くのもいいけどね、うん、なんか曲聴きたいな。聴きたいですね。ということでですね、なんと後半のオープニングで高橋さん歌ってもらいますからね、皆さん後半も見ちくださいよー。